アルプン・アブイは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県バルセロナとジローナ県、ジローナに拠点を置く日韓市、カタルーニャ語市である。2011年7月31日に、アルプン・カミとアブイが合併して設立された。スペインの民主開後期の1976年4月23日には、カタルーニャ地方の首都である、バルセロナ県バルセロナで、カタルーニャ語市のアブイ市が創刊された。 3年後の1979年2月24日には、ジローナ県の県と、ジローナでカタルーニャ語詞のプンビアリ氏が創刊され、1990年にアルプン紙に紙名を変更した。ジローナ市長やカタルーニャ州首相を務めたカルラス・プッチダモンは、アルプン紙で働いていた経験がある。2009年11月27日、アルプン紙の発行元であるエルメス・コムニカシオネス社は、 アブイシの発行元であるカタラナでコミュニカシオン社を買収し、漁師のウェブ版は、紙面により先に統合された。2011年7月31日には、紙面も統合され、アルプン、アブイシとなった。カタルーニャ州にはスペイン語詞のラバングアルディア紙とる、ペリオリコでカタルーニャ詞という二大神があり、カタルーニャ語詞のアルプン、アブイシは二大神に次ぐ存在を目標としている。アルプン、 アブイ以外のカタルーニャ語史には2010年4月11日にバルセロナで創刊された荒髪などがある。カタルーニャ終盤と二郎な鍵盤を発行している。論調はカタルーニャ民族主義やカタルーニャ独立主義である。カタルーニャ州政府からカタルーニャ語メディアに対する助成金を得ている。 2010年7月から2011年6月の調査によると、アルプンカミとアブイシには、計29万5千人の読者がいた。電子版の利用者数は64万人、月である。ありがとうございます。